今日も一杯飲みながらご覧いただいている皆様、こんにちは。ようこそ飛行船チャンネルへ。もう行程通りの旅は疲れてまっぴらごめんなの。そんなあなたにぴったりの旅をご案内。ノンペイ無線の喧騒やリーズナブルな快適宿もご案内。それでは行ってらっしゃい。おはようございます。今日は羽田空港からスカイマークで11時5分発の下地島空港行きに参ります。晴天の羽田空港を出発いたしまして、曇り空の都下地島空港に、無事到着いたしました。ここの前で写真を撮ってる方が多いので、私も待って撮ってみることにしました。さあ、ざっと撮ったところで、とりあえず予約してる宿へ向かいます。ここの奥をまっすぐ行きますと、このバスがね、シャトルバスが出ておりますので、これで宿に向かいます。30分ほどで着くようです。片道600円。行ってみましょう。さあ、 Go to 宮古島。期待通り晴れなかったので、こんな時は潔く演歌を聴くことにしました。違った尺度から伊良部大橋からの景色を眺めてみます。こんな楽しみ方はいかがでしょうか。ここからの放送も飛行船チャンネル。さあ、30分ほどでバス停着きました。帰りのバスの時間もちょっと見て、さあ早速ちょっと宿に行ってみます。降雪一番前のバス停から歩いて2分ぐらいで、こちらのゲストハウスフェーヌカジさんに到着です。今回私宮古島が初めてなので、友達に紹介してもらってこちらの宿を予約してみました。レンタカーもこちらで借りることができるんですね。私も今回借りました。他シュノーケルセットも借りれるようです。1階は共用部分と、客室が2つあるようです。そしてこちらにユンタクスペースがあります。でこちらは、キッチン、一通り揃っています。あと、ダイニングと、食器類ももちろん揃っています。ご洗濯コーナーですね。乾燥機と洗濯機が、200円、洗濯機200円か、で乾燥機が100円です。洗剤ネットは、用意こちらにあります。そしてこちら鍵付きの無料のロッカーがあるんですね。これは何気に便利かも。こちらがね、ゲット草編み体験というのがあるんですね。こちらね、オーナーさんが、やられてるようですよ、ね、こういうのもちょっと体験しながらね、思い出にもなるし、いいんじゃないでしょうかね。こういうのやっていくのもね。それでは今回のお部屋に行ってみます。今回、私のお部屋はこちらの奥魔王というお部屋になります。さあ入ってみましょう。こういった感じですね。和室で、物干しもあって、テレビもあります。冷蔵庫、小型ですが、十分、一人分なら十分にあります。大きめのテーブルがあるので、いいですね。ちょっとゆっくり畳で、のんびりできそうです。あとはこちら、お布団。2階なので、見渡しは、割といいです。そして2階には洗濯物も干せるバルコニーがあります。はい、それでは、ちょっとなんかお腹空いたので食べに、ちょっと外に出てみたいと思います。今ちょっと宿から出まして、歩いておりますが、石垣よりちょっとこじゃれた店が多い雰囲気はしますけどね。この辺がなんか賑やかな通りっぽいですね。迷うね。
ありがとうございます。沖縄本島まで来ました。タラガワブラウンという青森で、タラガワブラウンももちろん宮古島。宮古島です。はい。ラッキョ、ラッキョ来ました。ラッキョは、はい、絶対に、で絶対ね、もうデフォルトね。忘れないもの、忘れないもの。いやね。あ、こんにちは、はい。綺麗でね。じゃあね、山ちゃん食堂です。初めて宮古島来てない。今もう東京寒いでしょ。寒い寒いですよ。こっちも寒いですね、割と ね。宮古もいつもこの時期やっぱり寒くなる。そう、来日からいらっしゃる方は、はい、宮古が寒いと。ああ、なるほど。あ、ありがとうございます。すいません。おいしそう。はい、おいしいよ。いやー、おいしそう。はい、ありがとうございます。めちゃめちゃおいしそう。いただきます。これ唐辛子。あ、島唐辛子。これ七味。はい。ありがとうございます。これちょっと入れたら匂いがいい。はい、あ、香りがね。そう。あ、ですね。はい、ありがとうございます。ちょうど大盛りでしたね。結構。あ、かまぼことソーキが出てきました。美味しかった。ごちそうさまでした。今日ちょっとあいにくの天気なんですけども、こういった天気でも楽しめるところがあるというのでちょっと行ってみますね。よかったら参考にしてみてください。うわ、めちゃめちゃ綺麗だ。ここまで宮古島中心街から25分ほどでした。あ、展望台があるんですね。これちょっと上登ってみましょうかね。池間島に来ました。綺麗、綺
綺麗だ。曇りでもこの色はすごいな。何のお店かな。カフェっぽいですね。ちょっとコーヒーでも飲んでいこうかな。かわいいワンちゃんとニャンコに癒されくつろげました。素敵なカフェでした。さあ車で10分ほど来ますと島尻マングローブ林に到着です。曇り空のこういった天気の日にはうってつけの観光スポットではないでしょうか。一見こちら川のように見えますが、宮古島は平坦なので山がありません。地下から湧き出る水脈からの水で海水も混じっています。マングローブは唯一海水でも生きられる木で、塩分を葉っぱが吸い上げて外に出すという能力を持っています。すごいですよね。さあ島尻のマングローブ林からアラグスク海岸までちょっと行ってみることにしました。ここまで車で30分ぐらい、アラグスク海岸というところに来てみました。シュノーケルのメッカらしいんですけども、今日は天気が悪いせいか誰もいませんね。まあさーっと見て、次のちょっと酒造見学に行ってみたいと思います。こちらで洞窟の貯蔵が見れるっていうのでちょっと来てみました。ついでにもちろん泡盛も買ってきますよ。これですね、洞窟貯蔵。ちょうどこの後3時から見学が始まるようです。今日ちょっと泡盛も楽しみなんですけど、ラムもちょっと買っていこうかなと思ってます。早速3時からの見学コースが始まりました。湧き水を見て、洞窟に行く途中近所のヤギ小屋を見ていきます。食用みたいですね。さあこちら洞窟がね、なかなか面白いですよ。天然の洞窟で20年前にできたらしいんですが、なかなかすごい面白いです。曇りの日にこういうところに行ってみるといいんじゃないでしょうか。先ほど生きてるヤギを見かけて心苦しいのですが、今日はヤギをいただきたいと思います。宿から歩いて 4,5 分の居酒屋めいめいさんに来ました。なかなかメニューが豊富ですね。わあ、これはどちらかというとグループで来た方がいろいろ食べれそう。飲み放題というのを見つけたのでこれにしてみたいと思います。あ、はい、すいません。あ、ずっと運転だったから久々、乾杯。ヤギがちょっと自信ないな、苦手だなって人にも、ここはヤギ度が1から5で表示されているので、これちょっと嬉しいですね。お腹が空いてるとね、なかなか選べないんですよね。あ、焼きそば、ココナッツだって変わってる。とりあえず焼き刺しから行ってみるか。初ですか、焼き刺し。初です。なんか酒飲みは絶対好きだって。そうですね、まあ、あの締めに結構焼き汁飲まれる方がやっぱり酒飲みの方は非常に多いです。あ、そうですか。そうです、そうです。焼き刺しの方も非常にさっぱりした味わいで楽しめます。あ、はい、わかりました。はい、食べ方がありまして、え、こちらのおチョコの方にですね、このマルコメ酢とお醤油で酢醤油作って召し上がってみてください。あ、はい、はい、酢醤油。このお酢は通常のその3倍ぐらい酸っぱいんで、ちょっとずつ味変え、ちょっとずつ、はい、はい、でもう一味ごま油で、ごま油で、こちらは手にございます、雪塩と一緒に食べてもいいです。あ、はい、わかりました。ありがとうございます。新鮮な焼き刺し、臭みもなく泡盛によく合います。ちょっとあとこのね、マンゴーマヨネーズっていうのに惹かれてエビ頼みました。さあそして、2杯目もオリオン生飲みました。なんかね、飲み放題だとね、ちょっとあれだよね、ピッチが早くなるね。2時間までなんだよね、うん、
さあ4杯目5杯目泡盛がどんどん入っていきます。すいません6杯目がねもう何飲んでるか覚えてないんだよね。さあ酒飲みの人にね好まれるこの締めのヤギ汁っていうのをね頼んでみましたよ。でねヤギ度が5のうちの4だったんですけど全然私いけましたね。私はこれぐらいが好きだな。これは飲んだ後絶対美味しい。いや美味しかった。ごちそうさまでした。おはようございます。宿から一番近いパイナガマビーチまでお散歩。今日は晴れてくれました。なんという気持ちよさ。向かい側にはコンビニもあります。猫ちゃんいっぱい。さあ一旦宿に戻って自炊です。今日はキクラゲ卵とこのプチトマト、あと焦げてしまったパンです。あ、そうそう、こういうところで買い出ししてました。こういう、農協の、新す市場というところで。いやー今日すごいいい天気になりました。よかった。サメハブクラゲが見られます。注意してください。ちょっと上り坂ですね。わーお。めっちゃ綺麗だ。すごいすごい。おお、これがよく見るとこだ。めっちゃ綺麗だね。通り池の駐車場に来ました。今ここですね、通り池。先ほどの17エンドがここですね。昼はいいですが夜だとめちゃめちゃ怖そうですね。わあ、通り池神秘的。国指定名所の天然記念物だそうです。これ石灰岩が浸食してできた池なんですね。ちなみに海水です。ここから海に洞窟状につながってるらしいんですけどね、こっからダイビングできるそうなんですけど、めちゃめちゃ私からすると怖いですね。私は怖くて潜れないですね。もうダイバーたちはきっとこういうところお好きなんでしょうね。
クリマ竜宮城展望台です。あそこに見えるのが下地島空港です。冷えて美味しそう。イエーイ、イエーイ。そしてね、こうやって飲んでるの。はい、お願いします。私ね、食べきれるかね。こんなにすごいと思わなかった。しかもこれが600円ぐらいだった。600円ぐらいだった。すごいね、これ。これ、むしろ。熱い。これが塩に島唐辛子と、これお醤油か。下田の宝。簡単バージョン。あんま荷物持ってね。あ、次紹介してください。ありがとうございます。時はまだね、いいけど、つまみが違うのかな。喫茶でも24時間オープンだったし。お疲れ様です。食事メニューです。宿からすぐところに、こう下地島空港行きのバスも出ています。こんな感じ。宿の近くは、あそこの奥にねファミリーマートがあるんですよね。ファミリーマートがあったり、この公設市場があったり、この交差点をね右に行くとすぐ、あそこ見えますかね、エンダーがあります。あと、もうちょっと先に行くと、ジョイフル、ファミレスのジョイフルがあったり、飲食街が、飲食店が多い通りもここから近いです。とっても便利なとこです。今日も結構いいお天気になりそうなので、おすすめのスポットを 2,3 箇所行ってみたいと思います。
楽しそう、楽しそうだな。東辺野崎に着きました。かーすごいね。ちょっとここの青さすごくない？何この青い色、やば。何ですかこの青い色は。すごいね。いやすごいすごい、これはすごいです。景色っていうのはすごいですね。辺野崎灯台、いやー綺麗、すごいね。これ登れる灯台、中学生以上さんに向けますね。うわーすごい。じゃあ上に上がってみたいと思います。96段、ああすごいよ。よいしょよいしょ、なんかすごそう、絶対すごいと思うこれ。じゃあちょっと出てみます。いやーすごいすごいすごいよ。ああすごい、こりゃすごい、あーすごーい。わあ岬全部見える。あーすごーい。あーあー、いやーいやーすごい。東辺野崎灯台の上に上がりました。あーすごーい。あー怖い怖いけどすごい。いやー怖い、下見ると怖い下見ると怖いです。私高所割とね恐怖症なので、あんまり、うわー怖い、下見ると下見ないように、遠くを見て、いやー、宮古島こうなってるんですね。すごいな、いやすごい。あっちが、ソウル方面ですね。でこっちの後ろが台湾の方、あっちがね、うん、すごいすごい、やばいやばい。いや下にほら灯台の、アンテナが待ってますよ。ちょっとすごいなこれは。
どうしても脳がハンバーガーを欲していたので、仕方なくコンビニで調達しました。夜はまた友達と合流です。またそのお友達が来てるそうです。行ったらもうすっかり出来上がってるご様子。あれはどっかの誰かさんが、ここはお友達がすっかり気に入ってるようで、もう3日連続来てるそうです。カリカリの熱々のうちに、そう、熱おそらくシークワーサーサワーでしょうか。あとは何を飲んだのか覚えておらず。いやー、でも楽しかったです。お呼びいただきありがとうございました。このつまみと朝ごはんもおすすめ。これはかまぼこ買えるんでしょうか。この平かまぼこ180円。言葉できます。あ、はい、あ、ありがとうございます、はい、あ、美味しそう。めっちゃあったかい。すごい嘘です。あとここも宿から歩いて5分ぐらいなんですけども、ここのポーク卵おにぎりがめちゃめちゃ美味しいです。もうね、その場で握ってくれるんですよね。このシソタクっていうのが人気ナンバーワンみたいなので、買ってみたら本当に美味しいから、ぜひ買ってみてください。さあ、宿に帰ってこんな感じで朝ごはんいただきます。かまぼこは後でビールのおつまみにします。このね、かつお節お土産とかにするといいと思いますよ。味噌と鰹節に熱湯を注げば、カチュウユの出来上がり。簡単な汁物になります。三栄折田食品館に、歩いてきてみます。宿の近くは歩いて行けるこういったスーパーもあるので、結構この辺は便利だと思います。というわけで、私のように酒好きで適当に過ごしたいっていう方もいらっしゃいますよね。こんな旅が一番気楽でいいですよね。今日も最後まで根気強いご乗船誠にありがとうございます。ちょっとでも良かったなと思いましたら、高評価コメントもお待ち申し上げております。酒と旅好き中高年に送る飛行船チャンネルがお届けいたしました。それではまたお会いいたしましょう。船長でした。